こんにちは、オバメです。今回はオバメが思う最強のフォワードを紹介していきたいと思います。最強といってもいろんなタイプのフォワードがいると思います。この動画では持っているスキルの組み合わせが一番強いと思うフォワードを見ていきます。はい、そのフォワードの名前はケコゴンタン。能力はいい方ではないのですが、スキルがいいので結構使ってますね。ここまで綺麗に揃ってる選手は、メッシくらいしかいないはずですね。半分メッシ、ほぼメッシってことですね。それではケコゴンタンプレイ見ていきましょう。はい、ゴンタンのハイライト抜けてますね。左ゴンタンよ、ここ間違いでね、間違いでスルーパスしてしまった。はい、次、はい、落として縦、はい、開いてるモヒカね、結構いい選手で紹介したいね。はい、ゴンタンの足元に行ってワンタッチシュート、あそこね結構外しやすいんですけどね、抑える能力ありますね。こういうスルーパスできるんですよね、ゴンタン。はい、ゴンタンはワンツーと増やしている。センターバックが釣られてね、間ね、スペース。いいね。ここはゴンタンの守備から生まれたチャンス。ショートカウンターですね。はい、立って。はい、中にいるゴンタンが決めていく。はい、最後、ゴンタンはフリーキックも切れますよと。はい、バイバイ。